このチャンネルでは誰かに送りたくなるアートをメインテーマに、手作りカードやマンダラアート、イラストメイキングなど発信中です。無料型紙やマンダラアート塗り絵などもありますので、ブログからダウンロードしてご利用ください。ぜひチャンネル登録いただいて、お好みのアート動画お楽しみくださいね。 LINE の公式アカウントではカード販売、オンライン講座などお知らせ予定です。お友達限定の画像プレゼントもありますので、ぜひチェックを。お友達登録待っています。こんにちは、ナナです。本日はこちらの型紙を使ってポップアップカードを作っていきます。単純な形なんですけれども、とてもね素敵なカードに仕上がりますので、ぜひ作ってみてください。こちらの型紙はいつものようにブログからダウンロードできます。詳細部分の URL からか、ナナのポップアップカードで検索してダウンロードしてみてくださいね。今回はレターブックからこちらの2枚の便箋を選んでみました。そしてこちらに合わせて画用紙はこちらの2枚を使っていきます。どちらも A5 サイズで準備しています。それでは早速作っていきます。まずはですね、画用紙の方。ちょっと迷ったんですけれども、内側に来る画用紙をこちらの紺色で、外側に来る画用紙をこちらのね、水色にしてみたいと思います。まずは外側に来る画用紙半分に折っていきます。こちらですね、半分に折るときは折り目をつけて折っていきます。折り目をつけていく道具は、私はこちらのペーパーナイフを利用しています。ペーパーナイフの他にも定規の角だったり、ハサミの背なんかでも折り目はねつけていけますので、お家にあるちょうどいいものをね使ってみていただけたらと思います。折り目をつけてから折ると、とてもですね折り目が綺麗に仕上がりますので、折り目をつけてから折っていただけたらいいかなと思います。次は内側の画用紙ですね。こちらは縦横1センチずつ短くしていきます。1センチずつ短くできましたら、今度もこちらも半分に折っていきます。はい、半分に折れました。外側の画用紙と重ねるとこんな具合になります。こちらの型紙、このね内側の四角でカットします。はい、型紙がカットできましたら、こちらを半分に折ります。半分に折ると、ここのね点線部分でしっかり折れると思います。そしてこちらを内側に来る画用紙にですね、重ねます。こちらをマスキングテープで留めていきます。留められましたら、今度はですね、こちらの型紙にある実線部分ですね、こちらに切れ目を入れていこうと思います。ハサミで切ってあげてください。はい、そうしましたら、今度はこちらの点線部分を折り目をつけていこうと思います。型紙の上からなので、力を入れつつしっかり目に折り目をつけてあげてください。こっちもですね、こちらも折り目をつけておきます。はい、そうしましたら、ここをねちょっと折っておきます。折り目に合わせてですね、両方に折っておいてください。型紙を外します。
で開いてみるとこんな感じ。この四角い切った部分ですね、カットした部分を内側に持ち上げます。なのでこの真ん中をですね、谷折りにしてこういう感じかな、指を入れたらやりやすいかな。ここを盛り上がらせて半分にね、折っていってください。まずこっち側にですね、こんな感じで。そして今度はここの折り目をつけた部分を外側にこんな感じでいいかなと思います。はい、外側に来る画用紙をですね、この真ん中からですね、真ん中から 5.5 センチのところに折り目をつけます。ではこちらも真ん中から 5.5、M 字型に折り上がります。外側のね、画用紙と合わせてみます。こういう感じのね、イメージになります。形はこちらで出来上がりです。この型紙の右端にあるこちらのね、四角の方でこちらの便箋の柄をカットしていきます。ですね、こちらのもので2枚取って、この四角では画用紙を4つと、こちらのね、便箋も小さいのを4つカットしてみました。こちらを内側の画用紙に貼っていこうと思います。こちらの画用紙部分はメッセージを加えていただいたりしたらいいかなと思います。貼る前にこちらにね、メッセージを書いた方が書きやすいと思います。イメージ的にはこんな具合になります。ここに、こうね、ありがとうとかおめでとうとかね、ちょっと文字を入れてみたらいいかなって思います。こちらのね、文字の方も貼り付けられました。こちらの方はですね、全部を文字にしていただいてもいいし、全部を柄にしていただいてもいいと思います。お好みでこちらの方はね、アレンジしてみてください。そしてこちらの外側の画用紙にですね、合わせていこうと思います。これをね、両面テープで貼っていこうと思います。はい、ちょっとリボンで留めてみました。こちらシルバーのね、リボンとかでも合いそうなんですけど、今回はちょっとね、紺色で合わせてみました。こちらで出来上がりにしたいと思います。お気に入りの包装紙やお家に眠っている便箋など、ぜひご活用くださいね。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。コメントなどもぜひお気軽にお待ちしております。最後までご覧いただきましてありがとうございました。